Hi everyone, this is Toki. このチャンネルを登録してくださっている方が500名を超えました。Thank you very much everyone. もう unbelievable です。本当にありがとうございます。これからもますます、皆さんと一緒に歩んでいきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。では今回のお話に行きましょう。今回は行方不明事件です。アニー・アシュキャンさん、当時30歳です。彼女はフリーのパラリーガルでした。パラリーガルというのは、弁護士の下について、弁護士の指示に従って必要な書類を集めたり、いろいろな事務の作業をする人です。主に交通裁判のを担当していたそうで、フリーなのでアルバイト的にいろんな弁護士の下についていろんな仕事をして、で、時間が空いたらいろんな国に旅行に行ってたそうです。かなり熱心に旅行に没頭していて、それまでに彼女は30カ国を超える国々を訪問していたそうです。で、彼女の特徴として必ず行く前に入念な準備をして、その行く国のことを調べてから行く、そんな熱心な旅行家だったそうです。彼女は3人姉妹の真ん中でした。で、彼氏もいて、2008年10月に彼氏と2人でグアテマラ、パナマ、コスタリカなどを訪問したそうです。で、その2008年10月、彼氏と2人の旅を終えて帰ってきて、あと友人2名と会ってるんですね。で、その友人っていうのは彼女の仕事を通じて知り合った人たちだそうなんですが、会ってわずか4日でアジア行きを決めたそうなんです。アジアへ旅行しようと。で、これはかなり彼女にしては珍しいことで、それまで必ず入念にその行く国のことを調べ上げて全部準備をしてから行くようなタイプだったのに、なぜか彼氏と旅行から帰ってきた後に会った友達と意気投合してアジアに行くと4日間で決めたことに、家族や彼氏は違和感を覚えたと言ってます。それでも、30歳になる、大人の女性兄が、行きたいと言ってるので、いいんじゃないのということで、いつも通り旅行に出かけてるわけなんですが、これが彼女を見た最後になってしまったんですね。2008年10月25日、彼女は友達2人とカナダを離れて北京に到着しました。まず中国の北京に飛んだんです。この時彼女と一緒に行った友達の詳しいことを警察は発表していません。なぜかその友達について公表していないので、どんな話し合いがあったのか、どんな友達なのかがわからないんですけれども、ただその仕事を通じて知り合って意気投合して、10月25日にカナダを離れて中国北京に着いたと。で、友達としばらく一緒に、行動してたアニーなんですけれども、アニーはもともと熱心な旅行家で、彼女はですね、一人で旅行するのが本当は、本来は好きだったそうなんです。当初の計画では、友達とアニーは北京に着いて後、その後はベトナムに行くという計画だったそうなんですね。ところが突然兄が気が変わったのか、もう私はベトナムには行かないと、ベトナムではなくてインドに行きたいんだと、インドに数週間滞在をしてヨガをしたいと言ったそうなんです。で、どんどん友達とは別行動を取るようになっていきました。で、10月25日に、北京に着いてるんですけれども、それから5日後10月30日、なんと彼女は一人で夜中0時を回ってホテルを出て辺りを散策したそうなんですね。ところが友達が言うには、兄はもともとそういう人だと、もう何時だろうが一人で行動して一人で旅行してきたから特に気にしなかったって言うんですね。通常女性が一人でホテルの部屋を真夜中に出るってちょっと危険なんですけれども、友達は気にしなかったと、兄はそういう人だからと、そんな感じだったらしいんですね。
まあ、さらに時差の関係もあって、まあ、その中国北京で真夜中でも、まあ、カナダのトロントではまだ昼間だから、そんな時差の関係もあって夜中に動いたんじゃないかっていう人いるんですけど、北京についてすでにもう1週間近く経ってるので、そこまで時差のこのギャップを引きずるかなってちょっと思うんですけどね。で、まあその後友達と兄は、まあ、ベトナムでもインドでもなく、まず香港に飛んでるんです。で、香港でも完全に彼女は友達と別行動をとってたそうです。ある晩、彼女は一人でホテルに戻り、シャワーを浴びて自分の荷物をカバンに詰めて、そのまんまホテルをチェックアウトしたそうです。友達にお別れを言うわけでもなく、もう私一人で行くからねっていうノートも置かないで、ただそのまんま出かけて、それっきりだったそうなんですけど、まあ兄はですね、妹が言うには、まあ、フリースピリット、自由の精神の人で、とにかくスケジュールに縛られるのが嫌だと。だから仕事もフリーでずっとどこの組織にも所属したくないということで、ずっと一人で行動するようなところがあったそうです。で、兄の計画では、その香港の後にインドに行って数週間ゆっくり滞在した後、カナダに戻ってクリスマスは家族と過ごすということは言ってたそうなんですね。でもこの最後のさよならも言わず、そのまんま一人で出かけてそれっきりっていうのもね、だから何があったのかが、その警察がその友達について、その友達が誰なのかすら公表していないのでわからないっていうのがね、この事件を追いかけてる人も中にはいて、それについて警察に抗議をしてる人もいます。で、その一緒に行動してた友達は、兄はもうとても頭のいい女性で、とにかくしっかりしてると、自分が何をやるべきなのかが分かってる人なので大丈夫だと思ったっていうんですね。で、これは全く同じことをその兄の彼氏も言ってるんです。彼女はとても頭のいい女性で、まあ、一緒に旅行しててとても楽だったと。彼女がなんかピンチになったり、僕が危険な目に遭った時なんかは機転を聞かせて、兄が結構トラブルを解決してきたっていうんですね。まあ、弁護士の人についてずっとパラリーガルとして働いてるので、そんな事件現場とかには慣れてたと思うんですけど、で、その香港のですね、入国管理局ですかね、が言うには、兄は確かに香港に来たと、入国してる記録はあるんだけども、出国した記録が全くないっていうんですね。つまり香港から外に出てないっていうんです。でもですね、抜け道があるんですよ。香港って船で中国に行ったり来たりしたり、まあ、他の国に出ると出国したっていう記録がない場合があるらしくて、船に乗ったら分かんないんじゃないかっていう人もいます。まあ公式には船に乗ったところできちっと、まあ、もちろん出国しましたっていうのは残るんですけど、中にはあやふやな時もあったっていうんですね。兄は2008年11月11日に行方不明になりました。最後彼女の姿を映した監視カメラは、銀行の ATM から彼女がいくつかの、まあ、現金を引き出している姿だったそうです。で、この姿を、まあ、警察は公表しようとしたんですが、兄の家族が、まあ、辛すぎると、これが彼女の最後の姿を映したビデオだから公表しないでほしいという、まあ、家族の希望で公表には至ってないんですけれども、まあ、それから、まあ、もう2008年に彼女消えてから、まあ、今年2020年だいぶ経ってるんですけれども、まあ、彼女行方不明になる前日、めいにハッピーバースデーのメッセージを送ってます。で、これが家族に連絡を取った最後と言われてます。で、2018年になって、まあ、元警察官がこのケースを調べたところ、カナダのその兄の家族にコンタクトを取ってるんですね。すると、彼女がそのアジアの旅行に出かける前に、まあ、だいぶずっとジャーナル、まあ、日記をつけてたらしいんですが、その日記を入手することに成功しました。で、そこに綴られている彼女の気持ち、これは捜査することでとても大切な要素じゃないかということで、
その元警察官がカナダ・トロントの警察に宛てて送ってます。これも分析されると言われてますが、あれから警察は何の公表もしてないので、どこまで捜査が行われてるかはわからないんですけれども、香港の警察も未だにこのケースは調べてると。ただ最優先ではなくて、もだいぶ前の事件なので、でもそれでも細々とだけれども捜査は続いてると言ってます。兄はカナダの国籍を持ってます。カナダ人なので。ところが行方不明になったのが香港だったので、この行方不明として届け出るのにだいぶちょっと複雑だったらしいんですね。多分政治的な問題があったのかわからないんですけれども、まず家族は兄と3週間そういえば連絡取れてないっていうことに気づいて、あれ彼女どこに行ったんだろうっていうことで調べたら、友達とも離れてたことが分かったので、びっくりしてカナダのトロントの警察に行きました。ところがですね、彼女が外国で行方不明になったって分かった途端、その外国の事件課っていうのがあって、そこに行きなさいと言われたと。でそこに行ったら今度は香港の、現場が香港なんで香港の警察にも言いなさいと言われて、結局正式に香港とカナダで受理されたのが12月9日だったんですね。なので兄が行方不明になったのは2008年11月11日、もうそこから約1ヶ月後、ようやく彼女は12月9日に行方不明者として登録をされました。彼女はいつも入念に準備をして出かける人だったのに、このアジア旅行だけは4日間で決めていきなり出かけたので、もうギリギリ中国に入るだけのビザを持ってたそうで、それで彼女が曰くインドに行きたいと。でもインドに行くにはビザが必要だったらしいんですね。でそのビザを取るために申請しないといけないんですけれども、全く申請した跡がないと。でおかしいことに12月15日にカナダに帰るということで、12月15日の飛行機のチケットはすでに購入してたみたいなんです。でも決してその飛行機に乗ることはなく、彼女は行方不明のままです。でその帰りのチケットを購入した飛行機はエアーカナダで、インドのニューデリーから飛んでカナダに帰るという、そういうチケットを購入してたそうです。で香港にイケアがあるらしいんですけれども、そのイケアの近くで彼女によく似た人を見たという目撃情報はありました。カナダのアクセントを持つ女性でよく似てると。で何か道に迷っていて、どこどこに行きたいと、そのイケアの近くを指さしてたので、そこまで連れてってあげたと言ってるらしいんですが、それが兄かどうかわからないんですよね。でそれを目撃したのは12月だったっていうことなので、彼女が消えたのが11月11日ですから、1ヶ月ぐらい後の目撃ということになります。ずっと香港をさまよってたんでしょうか。でその彼女が最後に監視カメラに映った姿は ATM から、お金を引き出してたということなんですが、そのお金は金額はそんなに高くないそうです。なので1ヶ月香港で住めるかどうかぐらいのお金しか持っていなかったはずだと。その後全く彼女の銀行口座は動いてないらしいの で彼女はわずかなお金を手にしたまま香港をさまよってたということになるんでしょうかね。一体どこに行ってしまったんでしょうか。兄が無事でいてくれることを祈ります。今回は香港で行方不明になったカナダ人兄のお話でした。もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。